ハローなんか化粧直してちょっとね、あの、マンネリメイクをマイナーチェンジしてみようと思っていろいろやってみたけど。テカってる、目が。ちょっと光沢のあるアイシャロン2種類。1個はちょっと。1個はちょっと。 1一個はちょっとチャラっぽい1個はちょっとゴールドっぽいのゴールドっぽいのは囲んでるここはピュッて光の加減で結構テカテカしてる感じだねいやでもパウダーパウダーシャドウでここまで出るからすごいよね日本でもいっぱい光沢のあるあのアイシャドウ あると思うけどうん,んっていう遊びをしてみたからちょっとみんなみんなにトゲザっとこうとてトゲザっとこうそうトゲザし,しとこうと思ってちょっとだけこれだけ見せようと思ったのでもまあこれ このメイクだとパーティー行くかちょっとなんかこんななんか元気な子ボヘミアンとかそんな感じのメイクだよねちょっとこれで仕事には行けないよね Yes。どこよ穴が中学生とかの時にさ

Yeah, I find it. これはなんか、Oh, sorry。これはなんかリサイクルショップで買った。ちょっと、きつい、きつい、きついっていうか、バブルっぽいよね。いや。で、今日は、あの、 友達とタイ料理食べる。<laughs> で、タイ料理なんだけど、シンガポールのチキンライスがメニューに書いてあったの。シンガポールのチキンライスって。チキンライスとオムレツみたいなチキン、うん、オムライスみたいな。あのチキンライスじゃなくて。なんか。ジャスミン、ジャス、ジャスミンで炊いたタイ米。と。あと蒸したチキン。に。なんか三種類ぐらいのソースがあるの。 でそれが辛くてねあそれ、まあ、自分でカスタマイズして食べるんだけど、量そのソースを,をチキンにかけたりそれをまたあのご飯にかけたりとか,なんか焼肉のあれみたいな感じなんか焼肉たれつけてご飯ちょんちょんして食べるみたいな, <laughs> な感じなのねでそれがそれ好きなのよ自分で味をカスタマイズできてなおかつ辛いでも、蒸してるからヘルシーなわけ。 で、私パラパラしタイマイもたまに食べたくなるからタイ人じゃないけどだからね、今日はそれサンフランシスコだっまさかシンガポールのあのチキンライス食べれると思わなくて結構探したんだけどとうとう、ファイナリー I find it! so I'm pretty exciting! <laughs> 行ってくる だからちょっと多分気合が入った心のね心が踊ってるからそれがメイクに出ちゃったかもしれない私ちょっとタイ,タイ人っぽい私タイ料理屋行ったらなんかタイのタイの親戚のおばさんに似てるとか言われたことあるおばさんかよしかもと思ったけどねタイ人に似てるのはいいけどおばさんなのかよそいつと思ってなんからしいだからまあ色が黒いからふんふん まあ、それで安くしてくれたらいいけどね。いや。ってことで、行ってきます。イエス。じゃあ、まあ、ちょっと、ちょっとインドっぽいかな。ね。なんか、ド派手な、インド民族っぽい。まあ、マンネリは脱出したけどね。このメイクは。でも、ちょっとデイリーじゃない。イエス。もっと研究してみまーす。<laughs> じゃあ、行ってくる。じゃあねー。See you next time. Bye!